回はね、楽天回線エリア in 静岡に関してお話していこうかなと思います。ちょっとね、ルルカこの件に関してお話しようと思っていたタイミングで楽天モバイルさんが面白いツイートをしたんですよね。なのでそのツイートも含めてお話ししようと思うんだけど、今回は in 静岡とは言っているんですけれど、結果的に言うと、まあ、全国全てがね同じ条件になっていますので、よろしければ最後まで見ていってください。それではね、まず楽天さんのツイート見ていこうと思うんですけど、はい、楽天モバイルさんのね公式のツイートになっています。静岡県の皆さんということで、ルルカ静岡県に住んでおります。約1年で静岡県の楽天回線エリアがこんなに広がっているのをご存知ですか。ついに人口カバー率は 93% を超えました、こんなつぶやきをね楽天さんがしてくれました。こちらねちょっとした画像になってるんですけれど、もはやね2020年4月に関してはゼロですね。楽天回線の状態から5月時点でこんだけねピンクの地域が増えて楽天回線が使えるようになりましたよ。人口カバー率が 93% 超えましたよって感じでのツイートになっています。はい、楽天さんに関しては夏頃までに、もうね6月も終わりになってきていますので、夏頃じゃないかなっていう気はするんですけど、夏頃までに人口カバー率 96% を目指すって話をしています。その中ね、ルルカの住んでる地域ではその 96% に迫る感じで人口カバー率が 93% までいってるようです。実際問題ね、ルルカの住んでる地域、ちょっとこれだと見にくいと思うんで、この辺にね地図今から出そうと思うんですけれど、ルルカの住んでる場所というか、ルルカの移動範囲に関してはマップ的に言うと全て楽天回線エリアになっています。なので、このマップを信じるのであれば、ルルカはねこの iPhone 12に今ね楽天回線入れているんですけど、この楽天回線の入っている iPhone 12を持って外に出た場合に関しては、ほとんどの場所でね楽天回線が使える状態になるんじゃないかなと思います。ルルカのね住んでる地域に関しては、以前から楽天回線もともと掴むことができて、ただしねちょっと速度の方が遅かったんですよね。残念ながら、大体10メガ前後しか出ていませんでした。なんですけど、10メガ前後出ていればできることも多くて、こんな感じで使えるよ、あんな感じで使えるよみたいな感じで楽天モバイル紹介していたわけなんですけど、つい最近ルルカの住んでる地域も楽天回線が爆速になりましたね。爆速っていうとね、100メガ以上出てんのみたいな感じで思われるかもしれませんが、ルルカの住んでる地域、大体ね60メガ前後出るようになりました。人によっては速度ねそんなに爆速じゃないじゃんっていう方もいると思うんだけど、60メガ出てればね大抵のことはできると思いますっていうところで、自分の住んでる場所っていうのが爆速になったんで、それこそルルカの住んでる周辺ですね、周辺の地域、ルルカの移動範囲とかに関しても楽天回線掴んでいたりとか、それこそ以前までは速度があまり出なかった場所に関しても爆速になってるんじゃないかって、そういうことで、ルルカねここ最近楽天アリミット2021検証っていうのをやっていました。はい、昨日もね動画の上げさせてもらって、昨日は昼の時間帯にね、爆速になった楽天回線どれくらい速度が落ちるのかとか、どんなことに使えるのかとか、その辺をね検証させてもらいました。その検証に関しては概要欄下のところにねリンク貼っておきますので、そちらも見ていただきたいんですけれど、かなり優秀な状態になっていました。ということで、ルルカに関してはそういうね検証と合わせて、実際ね自分の住んでる地域でどんな感じで使えるのか、もう検証の方を重ねていました。重ねてるって言っても、基本的にルルカ引きこもりなので、家から出る際に、実際にね楽天回線使うことができるのか、簡易的に検証の方をしていました。簡易的な検証どうやっていたかというと、それこそ速度チェックですね、こちらを使って、パートナー回線になると高速モードオフにしているので1メガ前後しか速度の方が出ません。なので速度チェックをした時に1メガ前後しか出なければパートナー回線で、それ以上出れば楽天回線という感じで検証の方をさせてもらいました。そしてその検証したのは、iPhone 12になっているんですけれど、実際問題ね、ルルカ家から出て車に乗って、最初の信号で止まった際に検証した結果、はい、もうその時点で残念ながら楽天回線掴みませんでした。はい、人口カバー率 93% になっているんですけれど、家から出たら速攻で楽天回線切れてしまいました。悲しいです。その後も、泊まれる場所だったりとか、買い物行った先だったりとか、ご飯を食べた先とかでも検証させてもらったんですけれど、残念ながら楽天回線が使えない地域非常に多かったです。昨日もねツイートのをさせてもらったんですけれど、昨日ねランチのを久々に食べに行ったんだけど、そのランチを食べに行った先では楽天回線90メガ以上出るっていうね爆速を記録してくれました。以前までは静岡どこで測ってもやっぱね10メガ前後しか速度が出なかったんですけれど、楽天回線が掴める地域確実に増えてはいます。増えていて、なおかつ速度のが爆速になってるのは間違いありません。という感じで日々進歩はしているんですけれど、残念ながらこういう感じでね 93% っていう表示がされている地域、ルルカの住んでる地域ね、もうマップ的にはねほぼ埋まってる状態ではあるんですけど、それでも楽天回線が通じないとこは多々あるっていう形になっています。この辺に関してはね別の動画として人口カバー率ってどういう意味なのみたいな感じで動画にさせてもらってるんで、そちら見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっとね人口カバー率にはね闇が存在してるんですよね。実際問題、人口カバー率 93% って聞くと、ほとんどのとこで使えるんじゃないかなってイメージがあると思うんだけど、そんなことないんですよね。ここに関しては楽天モバイルだけではなくて、他のねキャリアさんとかに関しても同じ表記の仕方をしていますので、楽天モバイルだけを攻めるわけにはいかないんですけれど、こんな感じで 93% を実現している楽天としてもかなり使うことができるんですよって押してる地域に関しても、楽天回線をつかまない場所が多かったりするっていう現実、こちらに関しては知っていただきたいかなと思います。もともとね動画の方に撮っていて、その辺に関してお話しするつもりだったところで、楽天さんがねこんな感じでツイートしてくれたので、それに合わせてお話しさせてもらった形になっています。ということでね、全国的に見ても、静岡がねどのぐらいのラインに来て
てるかわかんないんですけど、結構ね上位の方に来てるんじゃないかなと思います。人口カバー率ベースで言うと。なので他の地域で人口カバー率がもっと低い地域でのマップだったりとか、まあそういうのを見ていて、まあ自分の住んでる場所がね楽天回線使えるっていう表示されてたとしても、まあルルカのところにもよく来るんですけど、まあ実際問題ね使えない場所っていうのも多々存在するんじゃないかなと思います。ただ今回ねルルカの検証としては、これ iPhone12 を使っての速度計測での簡易的なものになっています。なのでまあ実際問題としては、それこそ楽天回線来てはいるんですけれど、電波が弱かったりする場合とかに関しては、楽天回線よりもパートナー回線を優先的に掴んでしまう可能性があります。なので、まあ、ルルカの計測方法だと、強い方の電波を掴んでしまうので、バンドとかを調整すると、楽天回線が掴める地域もあるのかもしれません。まあ、ただ現実問題としてね、やっぱ iPhone を使って楽天回線を使っている方も多くいると思いますので、人口カバー率 93% でも、結構多くの地域で楽天回線が掴めないって形になっています。まあ、ただね、先ほどから出ているように、実際問題として楽天回線が使える場所も増えてきて、ルルカの住んでいる場所では爆速になっているし、移動先のね、一部の地域では爆速になっているっていう点で、日々楽天モバイル自体も進化しているのは間違いないんじゃないかなと思います。ということで、楽天回線に関しては、速度のも上がっている場所も増えたりとかね、まあ、かなり使えるようにはなっているんですけれど、一部の地域ではね、使えなかったりもしますので、自分のね、住んでいる地域でどんな感じで使えるのか、試してからメイン回線で使う、もしくはね、サブ回線として使うのが一番いいんじゃないかなと思います。現在、3ヶ月間無料キャンペーンだったりとか、ナンバーポータビリティだとね、端末も購入しなくても2万円分のポイント還元、まあ、あとはね、端末購入する際にポイント還元されるキャンペーンだったりとかも万全のねキャンペーンをやっていますので、キャンペーンとかを利用して楽天回線どんな感じで使うことができるのか一回ね試してから自分のねメインにするもよし、サブにするもよしって感じで使うのがね一番手堅いんじゃないかなと思います。楽天モバイルでのリンクに関しては概要欄下のところに貼っときますので、興味がある方は見てみてください。今回は楽天回線エリア、まあ、in 静岡に関してお話のさせてもらったんですけれど、今までね使えなかったような用途でも今の速度だったらできることもたくさん出てきましたので、いろいろと検証のをしていこうかなと思います。それこそね、その中には今までねご意見が多かった固定回線化計画ですね、その辺に関してのね検証もやっていこうかなと思います。もともとねルルカに関してはモバイル回線、こちらをね固定回線側に使うどうなんだろうなっていう派ではあるんですけど、まあ、楽天自体もねその辺に関して推奨している部分もありますし、使い方次第ではね確かにまあ今のね楽天回線側の速度が出て使い放題、まあ一応使い放題といってもね10ギガ制限はあったりとかするんだけど、そういう使い放題の部分を考えれば、人によってはね固定回線使えなくないのかなっていう部分もありますので、その辺に関してもしっかり注意した上で、まあ、誰でも固定回線化できるわけじゃないんだよ、こういう人だったらまあ固定回線化してもいいんじゃないのだったり、こういう人に関しては固定回線化がんにならないからやっぱ固定回線持った方がいいよだったりとか、ルルカ内の考えを入れながらいろんな検証の方をやっていこうと思います。それこそね夏頃にかけて人口カバー率 96% に向かっていけば、楽天回線が使えないだったりとか、使えるんだけどやっぱルルカのね元々の速度みたく10メガぐらいしか出ないよって言ってる方に関しても使えるようになったりとか、ルルカ通りね爆速になることによってその次のね使い方が見えてくる人もいると思いますので、その辺も含めてね今後やっていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。楽天モバイルの今後に期待しかない。